電王だ。いや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 。はいどうもしめじです。仮面ライダーシティウォーズやっていきたいと思います。前回のライダーバトルイベントがもう終わりまして、特攻の、滅びの必殺技を2枚抜きさせていただいてたので、結構、楽に次の日ぐらいにね、もう覚醒解放を取って、動画の中でもう覚醒解放を、取ることができたんですけれども、新しいイベントが始まっております。タイムバトルイベントですね、黄金の無敵と執念の鬼解放と鬱積のタイムバトルということで、なかなか難しい、タイトルのタイムバトルイベントでございますけれども、今回は、エグゼイド無敵ゲーマーとカイザですね、サイドバッシャーが、実装されるってことで、まあ、皆さんも、楽しみにしていたとは思いますけれども、はい、今回の覚醒解放はですね、2周目の、外務ですね、今ならわかる、どうしてお前らの文明が滅んでしまったのかということで勝ち時でございます。私勝ち時1枚持ってないんですけども、前回のジンバーレモンと合わせて極みを2枚持ってるんで、これで、外務がさらに強くなってくれるといいなと思っております。はい、そして今回のイベントボーナスライダーはエグゼイド、カイザー、そしてカブトですね。でイベントガチャももちろん、始まっております。イベントの方はまだこれ撮ってる段階ではまだ始まってないです。今日の3時からなんでまだ始まってないんですけども、イベントガチャカイザーの星5必殺技とエグゼイドの星5 BCTRK 月を封入で、こちらですね、ゲームはもう終わっている、ハイパークリティカルスパーキング切る方ですね。はい、あのキックでダダダダダダーンってね、あの瞬間移動しながらキックするやつは私1枚持ってるんで、まあ、これでエグゼイドも強くなってほしいなという感じですけれども、ドロップ特攻、エラッシュ特攻、撃破特攻、超ダメージ特攻、 TRK が入っています。そしてこれですね、まずお前から蹴りをつけてやるエグザップバスター。エグザップバスターはあの左腕から出すやつですよね、サイドバッシャーの、バトルモードのね、懐かしいですね。ディケイド完結編で、J のとどめを刺したのもこちらの、エグザップバスターでしたね。本当懐かしいですね。今をときめく広瀬アリスさんが電波人間に扮していたのも懐かしい思い出でございますけれども、こんな感じですね。エグザップバスタードロップ特攻、 A ラッシュ特攻、撃破特攻、超ダメージ特攻が含まれております。カイザーは私、星5の必殺技を2枚、持ってるんで、まあ、BC がね、もうサブライダーではない人が多いんですけれども、まあ、必殺技3枚目、これ見たいですしね、本当にかっこいい。まあ、バイクイラストのカードはあるんだけど、まあ、別に実際バイクが走ってくるわけではないので、まあ、そういうのでね、まあ、バイク関連のアクションが含まれたカードが増えるといいなっていう感じもありますね。そして、ウィニングランを決めるのは俺たちだ。これはバイクイラストの方のやつですね、これね、エグゼイドの。はい、まあ、BT なんかでもエグゼイドなんかもバイクでバーっとね、あのレーザーで走っていくやつとかもあるんで、僕持ってないんでわからないんですけど。ああいうのもね、やっぱり仮面ライダーといえば、まあ最近はね、平成ライダーになってからあんまりバイク乗らないねっていうのが言われ続けておりますけれども、やはり、バイクに乗って戦うっていうのをこうシティウォーズでもね、まあ、取り入れていただけたらなと思っておりますが、こちら現在石が557個溜まっておりますので、まあ、前回滅びでドロップ特攻あったんで、まあ、できるだけ集めようかなっていうんで2285枚今溜まってるんですね。でこれ2月の6日までなんで、メダルがまあもうちょっと3000枚貯めて、今ドガバキのカードを僕6枚持ってるんで、全部ドガバキにしてやろうかなと思ったんですけど、あんまり意味ないな、9枚ドガバキでもあんまり意味がないんで、まあ3000枚貯めて、まあ、500枚の方ね、 BC 必殺技星5、これをまたザザッと6回ぐらい引いていこうかなとは思っておりますので、今回のイベントガチャも当てていきたいところでございます。それでは早速引いていきましょう。イベントガシャ、カイザー星5必殺技、エグゼイド星5 BC、 これも全然どっちでもいいね。うん、まあ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 、どちらにせよね、当たろうが当たる前が覚醒解放を狙っていくので、これ勝ち時が当たってくれても全然嬉しいっていう感じですね。はい、それでは行きましょう。よろしくお願いします。10連ガシャ特典付き、はいはい、行きますよ。それではファイズのマークが、エグゼイトのマークが光れば俺の勝ち。ここ頼む、わあ、ビールドだ。なぜ一瞬ファイズだと思ったのか、俺の目光んないし。あーもうこれビールドであれでしょ、ラビットラビットのあの無印なんでしょこれ。
あー、カイザの必殺技が来ておりますが、なんだこれディエンドの必殺技ですね。これは、いや、これはちょっとまずいですね。何にもないですね。ちょっと気分リセットしてね、ホームに戻って、一回回収して、ね、ぐるぐる回して、で、もう一回引こう。20連目引いていきたいと思います。まあ、福袋ガシャとかね、いろいろあるんですけれども、山本さん引いてたような気がするけどな。ね、山本さんメダルガシャで RX 当ててて、リボルケインがめちゃくちゃ使いにくいってことにやっと気づいたみたいでしたけど。それでは、20連目、得点付き10連ガシャ行きたいと思います。よろしくお願いします。はい。さあ、再び、お願いします。エグゼイドのマークか、ファイズのマークに光れば、俺の勝ち。せーの、ここお願いします。響き、光んねえし。うわー、青い。青いわ。あー、必殺技だね。いらないんだからもう。うわー、これは星押し。いや、これはよろしくないですね。まあ、なんかこうね、波がありますね。年末年始はこういい感じで来てて、そっからちょっと落ち込んで、またまあ滅びが2枚抜きしてくるかなと思ったら全く来ないみたいなね、なかなか激動でございますけれども、まあ中途半端に57枚残してもあれなんで、単発2枚引いて、悲しくお別れしたいかなと思いますので、単発行くぞこの野郎。よろしくお願いします。まあ、単発で来たらすごいですけどね、単発で来ないんですよね。ここデオだ。いや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 、おい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 、わあ。なるほどね、もう無印なんですけどね。これはなんだろう、これ強いのかな、どうどうなんでしょうね。ありがとうございます。なんかあの無印のオープニングのね、あの決めてるポーズ決めてるとこですよね。ありがとうございます。さあ、もう一回、引いていきたいと思います。このままではあれですよ、ジオーでまた、タイムバトルイベントやっていかないといけないんで、俺はサイドバッシャーを使いたいんだ。ではよろしくお願いします。はい、ここはクワードの所持条件。はい、ちなみに、カード整理のついでにですね、星7まで、進化させました。こんな感じですね。まあ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 、ありがとうございます。さあ、それでは、ラストですね、32枚の、メダルが、メダルじゃないです、ヒーローストーンが残っておりますので、ラスト、1回ガシャって皆様とお別れしたいと思います。それでは、単発1回ガシャりましょう。よろしくお願いします。はいはい。タップすらちゃんとできないっていう、せーの、ここ。あー、なんかこうわー、そうですか、やはり初心忘れるべからずということで、レッツゴー1号ライダーキック技の1号ということで、まあ、タイムバトルイベント、頑張ってやっていきましょう。おそらく、ジオーで属性合わせて、シュン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 やってると思いますので、マルチで お会いしましたら、よろしくお願いいたします。さあ、明日は、多分山本さんの動画が上がると思いますね。多分ね、席にリベンジして、無敵ゲーマーか、サイドバッシャーがドワーンとねやってるところを、見せてくれると思いますので、山本さんに期待しましょう。それではご視聴ありがとうございました。しめじでした。バイバイ。